日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、玉島地域玉島玉島は岡山県倉敷市玉島地域にある地区である。かつての浅口郡玉島町の区域に相当するが広域にわたるため、本校では歴史的経緯を考慮し中心部にあたる玉島と、あがさきについて記述する。上なり、乙島、柏島はそれぞれ各校を参照。 玉島と阿賀崎に分かれ、玉島、玉島1から3丁目、玉島中央町1から3丁目、玉島阿賀崎、玉島阿賀崎1から5丁目の拡張時からなる。本校では、拡張時の詳細についても、歴史的一体性を踏まえ記述する。玉島、阿賀崎は、現在の倉敷市立玉島小学校区に、ほぼ相当し、同エリア内には、 玉島西部から阿賀崎東部にまたがり、玉島地域及び旧玉島市の中心市街地がある。また同所は、近世に玉島港として栄え、王子の港町の面向きを残し、岡山県指定町並み保存地域に指定されている区域がある。本港では便宜上、本地区内を玉島、阿賀崎、旧港町周辺の3エリアに分けて説明する。 住所が倉敷市玉島のエリアを中心に記述する。かつての浅口郡玉島村の区域にあたる。現在の玉島地区は、江戸時代に干拓により築かれた玉島神殿の大部分にあたる。さらにその後に西隣に阿賀崎神殿が造成され、近接して向かい合う玉島神殿西南部と阿賀崎・新田島南部に玉島港が作られ、その周囲が港町として発展。 現在の玉島中心市街地の元となる町割が生まれた。当地区の玉島一から山頂大目周辺はその東部分となる。昭和になり、玉島港が水島港の一部となり、また中心市街地から離れた玉島駅に1975年に山陽新幹線が開業し、同時に新倉敷駅へと改称された。また同じく国道2号が開通。 さらに自動車社会の到来などにより町の賑わいは郊外へと移っていき衰退していった。その一方で農村地帯であった玉島郊外は幹線道路が敷かれロードサイド店舗などを中心に賑にわいを見せている。しかし玉島一から三丁目周辺は昔の港町を忍ばせる町並みや昭和のレトロな雰囲気を残した町並みが残っており、 岡山県指定町並み保存地区に指定されている。また、東地区南部を東西に、旧国道2号が通過している。旧校長であった、中心市街地や玉島の旧2号線などの幹線道路沿いに、商店、企業、住宅が多く、それ以外には、農地が広がり、その中に集落が点在している。江戸時代、十七世紀中頃に当地を治めていた、微中松山藩主。 水谷勝隆が神殿の開発を行った。古くはこの一帯は、キビの穴海の生誕にあたり、玉の浦、亀の海、王孔などと呼ばれる海域であり、当時は干潟が広がる状況であった。工事にあたって、地元の庄屋、大森次郎兵原直を登用し、1655年に着工した。明暦元年に水門を完成させ、潮止めを終えた。 1659年に本土側だった長尾村から落島まで至る広大な玉島神殿が完成した。漢文4年に現在の矢出町から土手町を経て阿弥陀島までの新堤防を築いた。その後、阿弥陀島から現在の糸崎橋までの堤防が完成。さらにそれに伴い、浸水門を工事し、現在の通り町、本町、団平町、 矢出町などの町の石となる町並み、屋敷割が誕生した。この町は、現在の玉島南西部、玉島一の三丁目周辺にあたる。1668年には、県地が行われ、東部を上成村、北部を爪崎村とし、それぞれを枝村として分村した上で、残りの地区が玉島村として成立した。名前の由来は、諸説あり。 干拓前の海域の湖名、玉の裏から取ったという説や、阿弥陀島を玉島と通称していたことに由来する説などがある。1671年には、水谷勝隆の子、水谷昌州が玉島の西部に造成した阿賀崎に行ったと玉島を繋ぐ形で、羽黒山から柏島北東までの堤防が築かれた。これにより不要となった、羽黒山から糸崎間の堤防内に、 西松山川と繋がる運河、高瀬同士を改作し、遠方年間の1673年から1681年までの時期を費やし完成した。この堤防は幅53メートルある大堤防で、堤防上に町屋敷割が形成された。さらにこの堤防周辺に港が作られ、前述の堤防上には問屋街が生まれた。玉島港は松山藩の藩港となり、 松山城下町と松山川と高瀬道市、あるいは玉島往来により繋がった。証拠として、周辺で栽培が盛んであった綿花のほか、二神カスなどの取引で繁栄し、周辺は大きく発展。玉島村の港沿岸部も大変栄え、現在の町並みの基礎が生まれた。その後、玉島村は伊勢国亀山藩の飛び地として、松山藩と亀山藩の愛旧地となった。 また、松山藩領分であった区域は、一旦幕府領となった後、丹波国亀岡藩の飛び地となった。1876年に、元玉島神殿の浅口郡玉島村、上成村、爪、先村を合併し、同郡玉島村となるが、1881年に、再び元の三村に分離した。百八十九年、町村制志向にあたり同郡玉島村、 上成村が合併し、新たな玉島村を新設、役場を旧玉島の港町東部へ置いた。1891年7月には、山陽鉄道が笠岡まで延伸され、玉島駅が設置されたが、当時の設置場所は、玉島地域内ではなく、北隣する長尾村であった。1897年5月26日に、西隣の道郡阿賀崎村と合併。 調整を施行した鹿島町となる。これにより、江戸時代の開港以来、鹿島、阿賀崎に村にまたがっていた、鹿島港及びその港町が一つの地域となった。後には、同軍の柏崎村や、乙島村などの周辺部を、編集合併していき、町域を拡大、1952年には市政を施行し、鹿島市となる。さらにその後も、同郡戸田村や、 黒崎村、長尾町、木尾郡保井田村などを編入合併したが、1967年に旧倉敷市、小島市と合併し、新設の倉敷市となり、現在に至る。住所が倉敷市長崎のエリアを中心に記述する。かつての浅口郡・長崎村の区域に相当する。玉島の中部西寄りに位置する。かつてこの地域は、玉の浦や亀の海などと呼ばれた海域であった。 現在の阿賀崎は、柏島と呼ばれる島の北端部とその沖合にあたる。現在、阿賀崎東部や阿賀崎新田南部など、玉島中心市街地に近いところは、観光庁、学校、商店、住宅が多い。一方、その他の部分では、田畑が広がる地区となっているが、近年は、住宅も多くなっている。地区内を里見川が流れ、国道2号、 旧国道2号が通っている。古代においては、備中国浅口地橋一号の一部であったとの説がある。近世初期頃になると、柏島の周囲は、干潮時には広大な干潟が広がるようになった。当時は、備中松山藩の領地であったため、松山藩主、水谷昌州が1665年から約7年の歳月をかけて干拓し、広大な赤崎神殿を築いた。 この監卓は不審奉行、佐治三江門が指揮し、下役として、柏戸村の省や、安原六郎江門等が補佐をした。阿弥陀山から柏島丸山を結ぶように、長さ約391メートル、幅約53メートルの巨大な堤防が設置された。工事終了後の1671年に、神殿検知が行われ、移住が始まり、120長部、 76個の規模となった。また、同時に、堤防上には多くの問屋が誘致され、屋敷割も行われ、町が形成された。用水は、船尾から高橋川より分岐して作られた高瀬同士を利用した。長崎神殿の完成により、東にあった玉島神殿と西にあった道、腰神殿がつながり、現在の玉島平野部の大部分が完成した。さらに、 この干拓寺の堤防の一部を利用して、玉島港が生まれ、その周囲に町ができた。玉島港及び周辺は、松山藩の藩港とその港町として繁栄、現在の玉島中心市街地の石を作った。明治時代となると、1889年に阿賀崎村とし、1897年には玉島村と合併した真島町に、 昭和に入って、戦後1952年には、市政施行し、玉島市となる。1967年に、新設の倉敷市となり、現在に至る。玉島一から3丁目、玉島中央町、阿賀崎一から5丁目、及び阿賀崎のうちの阿佐中外町、西町、幸町周辺エリアを中心に記述する。かつての玉島港及びその港町の周辺である。 玉島と阿賀崎にまたがっている。玉島港の港町として、江戸時代に繁栄したエリアである。近代になると、港町としての機能は衰退するものの、役所など観光庁が集まる地方の中核市街地として発展した。現在は、郊外の路面店などに客足を奪われるなどの問題があるが、工述する町並み保存地区にある歴史的景観と、共に、 昭和の高度成長期の街並みを残すレトロな雰囲気にも注目が集まるなどしており、映画、オールウェイズ三丁目の夕日のロケが行われた。なお明治期の合併まで、玉島港と港町は玉島村、あがさき村に分かれていた。1671年、玉島神殿とその西部のあがさき日課をつなぐ形で、羽黒山から柏島北東までの堤防が築かれた。 当時、玉島神殿南西端と阿賀崎日田南東端は、入江城となった海域を挟んで近接しており、堤防がすぐに築ける状態であった。これにより不要となった、羽黒山から糸崎間の堤防内に、西松山川とつながる運河、高瀬同士を改作し、遠方年間の1673年から1681年までの時期を費やし完成した。 この堤防は幅53メートルある大堤防で堤防上に町屋敷割が形成された。さらに、落島北端に以前からあった屋敷港をさらに拡大させ、新町堤防周辺に港が作られた。いつしか玉島港と呼ばれるようになり、前述の堤防上にはン屋街が生まれた。玉島港は松山藩の藩港となり、松山城下町と松山川と、 高瀬投志、あるいは玉島往来により繋がった。証拠として、周辺で栽培が盛んであった綿花のほか、二神カスなどの取引で繁栄し、周辺は大きく発展。玉島村の港沿岸部も栄え、現在の町並みの基礎が生まれ、通り町商店街などの前身となっている。現在の阿賀崎東部の沿岸部には、現在も地名が残る中街町などがあり、一帯は、阿崎。 新町などと呼ばれた。一方、新町堤防周辺には、新町通り、通り町、屋出町など、現在も地名が残る町が起こった。明治になると、港町としての機能は衰退していく。港町だった、この地には、役所や国道が立地したが、内陸地の鉄道や新たな幹線道路の建設で、商業地としても郊外に押され気味である。なお、玉島港は、 1960年に水島港に編入され、同港玉島地区の一部となっている。玉島赤崎玉島中央町一丁目、同三丁目が町並み重点整備地区として、さらには玉島赤崎玉島中央町一丁目、同三丁目と玉島三丁目が周辺景観保存地区として指定されている。虫籠窓、格子、漆喰壁、生小壁などを持つ。 本川蕨の塗り屋作りの消華、土蔵が多く残っており、建物群がその背後にある丘と自然と歴史が一体的となった景観を生み出している。特に、玉島中央町の新町、長崎の中街町、玉島の屋で町あたりに多く古い町並みが残っている。一方、通り町や銀座商店街などでは、昭和レトロを感じさせる町並みが残る。平成24年9月末現在。 玉島地域は倉敷 MA に属し、市外局番は086。これは倉敷市の他地域に加え、筑母郡林島城及び岡山市南区の一部と共通となる。全域が玉島郵便局の周配担当区域にあたる。玉島町並保存地区。羽黒神社から西南西の円通寺公園方向を見る。中国銀行玉島支店が見える。ありがとうございます。